古式島列島地形図古式島列島は、東、シナ海にあり、鹿児島県薩摩仙台市に属する列島。古式列島ともいう。上古式島、中古式島、下古式島の有人島三島と多数の小規模な無人島からなる。中古式島北部にある古式の形をした大岩を古式大名神として崇拝したことに由来し、かつては古式島、正式島、 古式島、古式島などとも書いた。列島全体では、人口5576人、面積117.56平方キロメートル、海岸線、延長183.3キロメートルである。従来、古式島という故障であったが、薩摩仙台市は、国土地理院に変更を申請し、2014年8月に古式島に故障が変更された。地名の由来は、 海岸にある古式型の岩をご神体に古式島大名人として祀ったことからであるという。平安時代中期の文献である和名称にはこの木の湾と表記してある。古式島は従来古式島と呼称され、無区鳩中の児童文学古島の野県でも下古式島を島と読ませている。また、教科書や地図でも従来古式島とルビー表記されていた。 しかし、読みが混在しているとして、平安時代の文献や、合併前の旧村の郷土史を調査し、その結果に基づき2014年4月に、薩摩仙台市は、国土地理院に変更を申請し、2014年8月に、古式島に故障が変更された。薩摩仙台市では市民へ強制はしないとしているが、島民からの反発も報道されている。 古式島列島の大技古式島列島は、鹿児島県市菊式野市の沖合約4 5トルにあり、列島全体の長さは3 8トル、幅は1 0トルである。その隔絶性から、歴史と民族の宝庫とされてきた。かつての山脈の頂上部が、海上に残ったとされ、リアス式海岸と起伏に富んだ地形がある。北東から南西にかけて上古式島、 中古式島、下古式島の有人島3島が並んでおり、それらに付随する小規模な無人島もある。中古式島は面積も人口も規模が小さく、上古式島と合わせて考えられることが多い。中古式島は集落名から平良島、または単に平らと呼ばれることもある。面積は、 上越式島が44.14平方キロメートル、中越式島が7.31平方キロメートル、下越式島が66.12平方キロメートルであり、上越式島と中越式島を合わせると、下越式島の約4、5である。鹿児島県の離島の面積は、奄美大島、薬島、種子島、徳之島、沖の選ぶ島、長島、掛路間島、 下古敷島、機械島、上古敷島の順となり、下古敷島の面積は山手線の内側とほぼ等しい。2010年の国勢調査による人口は、上古敷島が2488人、中古敷島が308人、下古敷島が2780人であり、上古敷島と中古敷島を合わせると、下古敷島にほぼ等しい。最高標高地点は、 上古式島が423メートルの名、小山、中古式島が294メートルの木の口山、下古式島が604メートルの小竹であり、小竹の尾根には航空自衛隊の下古式島分屯基地がある。第9警戒隊の警戒管制レーダーが設置されており、2009年3月に大陸間弾道弾も追尾可能な最新鋭の警戒管制レーダーへの 更新工事が完了した。古式島列島は全体的に山肌が海に迫り、中石平野の発達が極めて少ない。上古式島と中古式島は比較的緩やかな丘陵が広がるが、下古式島は400の500メートル台の山地が卓越し、特に西岸には切り立った断崖が点在する。上古式島は縦の変化に乏しい一方で、里集落の陸警察、 三つの池と東、シナ海とが、さすで区切られた長木の浜、奥地まで海が入り組んだリアス式海岸の占い湾など、横の地形的な変化が豊かである。ナポレオン岩城古式島北東部、遠県山の東部に、野島、金島、双子島、沖ノ島、筒島、松島が固まっており、中古式島の南に、弁慶島がある。下古式島の地境部西側に、 ユら島があり、下古式島西岸には、松島やナボレオン岸などもある。古式島列島の都市平均気温は18.1度と、温暖であり、東京や大阪を1.2から1.8度、上回っている。川内など、本土の同意度地域に比べても一度ほど高く、夏季の平均気温に大きな差はないが、冬季の平均気温には顕著な差がある。 年降水量は2279ミリメートルであり、本土の同意度地域や鹿児島市とほぼ等しく、東京や大阪の1.5から1.8倍の降水がある。夏、秋には台風、冬には季節風の影響を強く受け、台風の影響は列島の西海岸よりも東海岸の方が著しい。古式島列島には約8000万年前の白亜紀の地層が残っている。 日本国内では初めてケラトプスの化石が発見され、アジア全域でも貴重な発見とされている。恐竜の化石が発見されたのは、鹿児島県で初めてであり、イムタにある地層からは、翼竜やワニなど爬虫類の化石も発見されている。上古式島の里遺跡は、古式島列島唯一の縄文土器が出土した遺跡である。上古式島の里遺跡、高石遺跡、 宋の宝遺跡、下古式島の手打遺跡、型の裏遺跡からは、弥生時、はじき、末期などが出土している。上古式島の桑の裏には、神宮皇后の三冠征伐に関する伝説が残る。奈良時代には、薩摩隼族の一根拠地だったと推測される。平安時代初期に編纂された、俗日本記が、古式島という名の書出であり、 検討支線が古式島に停泊したことが記された。平安中期に編纂された和名称には古式島軍艦艦、古式島という名前が登場する。古式島列島の各地に平家の落ち伝説が残っている。鎌倉時代中期、上級の乱の軍港により草薙氏の子孫、小川収納が古式島を賜り、その子である小川秀直が下校し島を統治する。 以後370年間、13代にわたって、小川氏が統治を行い、この時代から行政単位が上下二つに区分された。里には、上級の乱で功績を上げた小川記直が築城した貴城があり、近隣の鶴城と合わせて、鶴亀城と呼ばれている。1595年、小川氏は、本土の日置郡田伏に違法されて、古式島の統治から離れた。江戸時代には、 島津藩の直轄地となり、島津藩が採用した、外情製の枠組みの中で地頭が派遣された。里、中古式、手打ちには、地頭刈屋が置かれ、一つの集落の中に、士族の居住地であるふもと、農民の居住地であるあり、漁民の居住地である浜が置かれた。藩政時代には、下古式島東岸の金山海岸で、銅、金、銀などの採掘が行われ、 薩摩藩の南蛮貿易の中継基地にもなった。古式島列島は天草諸島や長崎と同じくキリシタン文化を受け入れた場所の一つであり、1638年には古式島列島に潜んでいた島原の乱の残党35人が処刑されて殉教した。七百八十年代の天明の大飢饉の際には下古式島の百姓が出水に合四十八個が、 笠ソ原大地に集団移住した。江戸時代には、薩摩藩が浄土新州を禁じたため、1835年には、下古式島の長浜村が焼き払われるという天保の法難が、1862年には、下古式島全島の住民が取り調べられるという文久の法難が起こった。1871年には、鹿児島県に所属。 1889年に町村制が施行されると、上古式島7村と中古式島1村が古式島郡上古式村となり、役場は中古式に置かれた。1891年には産地によって隔てられている里が上古式村から分離して里村となり、上古式島、中古式島はそれから一世紀以上もに村体制が続いた。 下古式島も6村が合併して、下古式村となったが、1949年、やはり地理的に隔てられたイムタが分離して単独で、鹿島村となった。下古式島の最高峰であるお竹北側にある、分水霊がに村の行政会となっている。明治10年代には、台風、基金悪域流行などがあり、上古式島からは、種ヶ島に33個、 本土の薩摩軍港江村に6個が移住し、下古式島からは395個1732人が種ヶ島に集団移住した。1896年には古式島軍が薩摩軍に編入。1901年には上古式島に本土からの海底電信が到達し、九州商船によって串木の航路が開かれた。 国勢調査が始まった1920年から1940年代まで、古式島列島の人口は2万人強で推移し、1950年には2万4744人とピークに達した。しかし、1950年から1980年の人口減少が著しく、いずれの集落でも1、2から1、3に減少しており、この期間中に1、 4以下となった集落も存在する。奄美大島の瀬戸内町や、宇検村と並んで、古式島列島は、鹿児島県の離島の中で特に過疎化が著しい地域であり、全国の離島の中でも、最も人口減少が激しい島の一つだった。1965年から1970年の間に、鹿児島県の本土で人口が20%以上。 減少した自治体はなかったが、古式島列島の4村はいずれも20%以上の減少率を記録し、特に鹿島村は43.3%という極めて高い減少を見た。九州の主要な離島と比較した際、1954年時点での第一次産業人口率は6島中1位、農業機械不使用農家率は6島中1位、 面積あたりの道路長は6等中5位であり、古くから本土との距離の割に離島的性格の強い地域だった。1972年時点での古式島列島内の電話加入数は約800であり、鹿児島県で最も加入者が少ない館内だったが、人口100人あたりの電話普及率は7.0から9.9であり、鹿児島県平均12.6よりは少ないが、 本土の垂水管内や枕崎管内などを上回っていた。1951年に九州を襲ったルース台風では古式島列島も大きな被害を受け、里では護岸が900メートルにわたって破られたほか、500もの住居が塩水に飲まれた。1960年代には現職の下古式村議会議員二人が辞職して島を 去ったことが全国に波紋を投げかけた。このうちの一人は農業を修行とする村議会副議長であり、村の最高所得者の一人だったが、離島後に大阪府堺市の工場に就職した。昭和30年代初めは、近隣の熊本県への県外転出者が多かったが、その後は約半数が近畿地方に転出しており、大阪府と兵庫県の2府県で45%弱を、 決めた。里村は、上古式島の東側半分を占め、単独で村を構成する大技里,里に人家が集中していた。上古式村は、上古式島の西側半分と中古式島の全域を占め、役場がある中古式に加えて、中野、高石、小島、瀬上桑の浦平らの、計7つの大技に人家が分散していた。鹿島村は、 下古式島の北側一、三五姫、大和財務田が単独で村を構成していた。下古式村は、下古式島の南側に、三五姫、手打ち、片野浦、瀬、野浦、青瀬、長浜などの集落に人家が分散していた。簡易裁判所、電報電話局、鹿児島県土木事務所の出張所、鹿児島県農業改良普及所の支所など、 古式島列島における公的機関の多くは上古式と中古式に置かれていた。距離的に最も近い本土の自治体は川内市だったが、川内市には規模の大きい港がないために古式島との交流は薄かった。しかし、古式島列島の4村は2004年に本土の川内市ほか4町と新設合併し、それぞれの村は薩摩仙台市の一部となった。 市町村合ページに、古式島にある大技は、従前の村名を町名とし、従前の大技名に関したものをもって、大技とするとしたため、大技名がそれぞれ解消され、薩摩郡上古式村大技中古式が、薩摩仙台市上古式町中古式、薩摩郡下古式村大技手打ちが、薩摩仙台市下古式町手打ちなどという表記を、されている。 フェリー入古式交通の歴史古式島列島は、琉球諸島から天草、長崎、朝鮮半島、日本海に向かう船の通り道にあり、琉球とのつながりが深い。また、戦前までは、鹿児島本土よりも、天草や長崎などとのつながりの方が強い時代があった。1901年には、九州商船が本土と古式島列島の間に、航路を開き、 長崎天草里手打ちを結んでいたが、1928年には、この航路が廃止され、串木野と古式島を結ぶ航路が開かれた。1951年には、阿久根と古式島を結ぶ航路が2日に一便就航し、1952年からは、毎日就航に変更された。地理学者の藤岡健次郎らが調査した1964年時点では、 くしの港と中古し港を結ぶ航路には200トン線が、あくね港と里港を結ぶ航路には75トン線が運行されていた。1971年時点では、くしの港との間に200トン線が、あくね港との間に278トン線が運行されており、1980年時点では、くしの港との間に200トン線が、あくね港との間に400トン線が運行されていた。 いずれも1日一便であり、東岸図体に、里、中古式、鹿島、手打ちなどをめぐり、各港では、端けで客と2を積み下ろした。1971年時点の運賃は里までが270円、手打ちまでが480円だった。阿久根港、里港間の 33km を約2時間で結んでいたが、台風の前後には、欠航が相次いだという。 九州商船の他には、1956年から保険船が週2便運行され、ひらら、中古機関には、橋家が一日数便運行されていた。2002年までは、串木野から長崎に大型フェリーが運行され、古式島列島串木の長崎は、経済的なつながりが続いていた。現在の航路本土から、串木島列島までの主要な交通手段は、串木島商船が、 一木串式野市の串式の進行から運行している高速船とフェリーである。高速船 C ホークとフェリー入古式は1日あたりそれぞれ往復2便が運行されており、高速船は上古式島の里港まで約50分、フェリーは約75分である。いずれも起点は串式の進行、終点は下古式島の長浜港である。 便によって立ち寄り先が異なり、下古式島の鹿島港などに立ち寄る場合がある。2013年7月1日時点での自動車構想を含まない料金は高速線が3610円、フェリーが2330円である。高速線とフェリー以外では、五式産業が貨物フェリーと高速チャーター線を運行している。 串木野進行と JR 鹿児島本線串木野駅間には船の発着時間に合わせたバスが運行されており所要時間は約12分である串木野駅から鹿児島中央駅までは在来線で約35分である串木野進行と川内駅間にも船の発着時間に合わせた直行バスが運行されており所要時間は約34分である 川内駅から博多駅までは九州新幹線で最速71分であり、川内駅から鹿児島空港まではバスで約70分である。串木の新港から鹿児島インターチェンジまでは自動車で約40分であり、九州縦貫自動車道や南九州西回り自動車道などを経由する。老朽化した高速線 C ホークの代替線として、 高速船古式島が2014年春に就航している。新幹線800系電車、つばめなど、九州地方の輸送機関のデザインを数多く手掛けている、水戸海英路がデザインを担当した。フェリー入古式はこれまで、通り、串木の新港を発着するが、高速船の本土が湧き地は、古式島列島が属する薩摩仙台市の川内港に移設された。 川内港と薩摩線大市街地はやや離れているため、JR 鹿児島本線川内駅と川内港の間にシャトルバスが運行されている。古式大橋は2020年度完成しまないでは、序八古道や菓市の木地道などの山道が利用されていた。1950年時点での陸上交通の大部分が徒歩であり、自転車でさえもほとんど見られなかった。 1959年10月時点でも各集落を結ぶ車道はなく、上古式島にはジープが1台、下古式島には小型三輪車が1台のみが存在。この頃には陸上交通の主流が自転車となり、1961年時点で古式島列島全体に616台の自転車が存在した。1965年には、 里と中古式の間に初めてバスが通じた。全国的に自動車の普及が進んだ1971年においても、現代離れした地区として、鹿島村が引き合いに出されるなど、古式島列島において自動車の普及は大きく遅れた。古式島列島には、鹿児島県道348号から352号までの5本の県道が通っており、国道は通っていない。 県道348号層の裏里、港線は、上越式島西端の桑の裏と里を結ぶ路線であり、中越式を通って、Z 字型に東西を結んでいる。県道352号、瀬上里線は、瀬上と里を結ぶ路線であり、348号の短絡線として、長木の浜近くを通っている。県道351号、鹿島上越式線は、 下古式島のイムタと上古式島の中古式を結ぶ路線であり、イムタ瀬戸によって分断されていたが、二千二十年八月、古式大橋が完成して一本の道となった。県道三百四十九号手打ち、イムタ港線は、下古式島の南北端を結ぶ路線であり、県道三百五十号長浜手打ち、港線は、長浜から、西岸の瀬の裏を経由して、 手打ちに至る路線だが、瀬野浦南側の一部が完成していない。現在では、上古式島、下古式島のいずれでもレンタカー、タクシー、レンタサイクルが利用可能である。薩摩仙台市は、公用車として3台の電気自動車を古式島に導入している。2013年8月には一人乗り EV、コムスを20台導入し、 古式島電気自動車レンタカー導入実証事業として観光客への EV の貸し出しも行っている。観光遊覧船、かのこが運行されている。なお、島内の上八古道や下市の木地道などの山道を再整備した古道トレッキングも実施されている。古式島コミュニティバス、上古式島と中古式島では古式ふれあいバス、下古式島では 古式カノコユリバスという名称の定期路線バスが南国交通によって運行されている。基本的にどの路線も定期線の発車時刻に合わせたダイヤが組まれており、1日あたり4から7便が運行されている。列島内の河橋平良島と中古式島を結ぶカノコウハシカミ古式島の南には無人島の平良島を挟んで中古式島があり、 1994年に開通した古式大民信橋と鹿ノコ大橋の2本の橋がかかっている。中古式島と下古式島は最強部で 1.3km ほどであり、2006年から井ム田瀬イト橋事業が進行中である。中古式島の南側半分には人家がなく、車が通行可能な道路もないが、この事業では中古式島の平らから、 下古式島のイムタまで自動車道路を整備し、海峡を1,533メートルの PC 連続橋桁橋でつなぐ。上古式島の里港と下古式島の長浜港は1日に往復のフェリーで約115分かかっているが、24時間通行可能な古式大橋が完成すると自動車で約50分に短縮されるという。 中央部の橋梁の中央計165メートルは PC 連続橋桁橋としては日本国内最大級である。総事業費は220億円であり、2020年8月29日に開通。平良島と中古式島、中古式島と下古式島は海で隔てられてはいるが、前者の間には沖の串と呼ばれる浅瀬があり、また、 校舎の間にも沖の瀬神や下手の瀬神などの浅瀬があるため、かつては上古式島から下古式島まで一続きの島であったと考えられている。古式大民神教、かのこ大橋の架橋前も、官潮時には上古式島と平良島、平良島と中古式島が陸続きになったという。1984年に足浜トンネルが開通すると陸路で旧鹿島村と 旧下古式村の往来が可能となり、両地域の交流が活発化した。2011年には長浜、青瀬と手打ちをトンネルなどで結ぶ手打ちバイパスが開通し、安全性や利便性が大幅に向上した。古式島列島の地形は天草や長島の延長にあり、地質的にも両島と同じく中西層の砂岩、血岩、河口岩が卓越している。 1981年には古式島列島が古式島県立自然公園に指定され、2009年には下古式島の鹿島断崖が日本の地質百選に選出された。中古式島北部には巨大な西断層である鹿ノコ断層があり、北西南東方向に発達した断層が露頭している。海岸にはウミガメが上陸する。また、 周辺海域はカツオクジラなどのクジラ類の海遊海域になっている。昭和23年までは、シロナガスクジラやマッコウクジラなどの大型種を対象とした捕鯨も行われていた。古式島列島は、熱帯性の木製シダであるヘゴの自生北原地の一つであり、ヘゴ自生北原地帯の名称で、国の天然記念物に指定されている。列島に生息するカラスバとは、 種として天然記念物の指定を受けている。古式島列島に自生するカノコユリ里村、上古式村、鹿島村、下古式村の4村すべてがカノコユリを村花としており、2004年に誕生した薩摩仙台市もカノコユリを市花に制定した。カノコユリは九州の西海岸や四国に生育しているとされるが、古式島列島が日本唯一の自生地とされることもある。 下古式島のユリ高原などで夏場に薄紅色の花を咲かせるが、本来湿気に弱いはずのカノコユリがなぜ高温多湿の古式島列島に自生するのかは解明されていない。江戸時代にはフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが球根を日本から持ち出してヨーロッパで知られるようになり、明治時代には煮て乾かした球根が歌手原料として中国に輸出された。自生していた。 カノコユリの栽培に着手したのは1873年、初めて輸出したのは1894年であるとされる。大正時代には球根がアメリカに輸出され、クリスマスや復活採用の生け花に用いられた。1929年が球根生産のピークの一つであり、野りと畑りが半分ずつで67万939万円の売り上げがあった。 カノコユリは、休耕作物でもあり、天明の飢饉や太平洋戦争中には林渓を掘って食べたという。戦後には、海外で干渉用下としての需要が高まり、1964年をピークとして、古式島列島で栽培された球根が高値で輸出された。1960年には、古式島列島全体で177トン1290万円のユリ根を輸出していた。 干した干渉の相場が 41kg1000 円だった時代に、カノコユリは 1kg100 円の高値で取引されたという。高度成長期には良質なユリを生み出すための品種改良が行われたが、1969年以降には海外での需要が減少。その後は日本国内中心に出荷していたが、1980年代には一般ユリ、系統ユリともに、 国内向けの出荷を終了し、現在ではカノコユリ生産振興協議会が、細々と出荷しているのみである。里集落の陸警察国土交通省国土地理院、地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上古式島北端にある園建山はかつて、独立した島だったが、流砂によって、上古式島本島と陸続きとなり、 沿岸流と波の作用で海底の砂漠が水面上に現れたのが陸警察である。その上に形成された里集落は陸警察上にある集落としては日本国内最大規模であり、函館薬師本と並んで日本三大トンボロに数えられることもある。サスの全長は約千四百メートル、全幅は最強部で百五十メートル、標高点三メートルであり、 半島のように突き出た、円剣山と島の南側をつないでいる。このサスは10センチメートル5センチメートルほどの粒手で構成されており、一般的な砂丘や砂地に見られる、採砂力が少ないが、西岸は西の浜海水浴場となっている。戦死時代の遺跡や半生時代の氏族居住地は山徳に形成され、真水に恵まれない沿岸部には、騎士敗者層が居住した。 下古式島の手打ちでも、手打ち湾と手打ち港の間に小規模な陸警察が形成されている。1889年や1951年には、察が切断されたといい、現在は、傍聴艇が張り巡らされているが、校長時にはしばしば手打ち湾から手打ち港に水が溢れる。長目の浜の古将軍上古式島には、長目の浜と呼ばれる。 大小三つの池が、サスによって、海と隔てられた、継承地がある。北から、生小池、貝池、桑崎池であり、似たような地形で隣接しながらも、それぞれ塩分濃度や清掃状態が異なっている。長木の浜からやや東側に離れて、うなぎやボラが生息しているすぐ地があり、上述の三つの池と合わせて、古式四個と呼ばれる。 古式4個はいずれも離島にある湖障としては規模が大きく面積0.56平方キロメートルの生湖池は日本第3位面積0.16平方キロメートルの海池と桑崎池は5位面積0.10キロメートルの宿地池は8位である2015年3月にはそれぞれの特徴を有するこのようなサス状に発達した植物群落は 全国的にも少なく、性質の異なった3つの赤子群と共に、学術上基調であるとして、長目の浜と、生小池、貝池、桑崎池の3個小、札上の植物群落が、古式島長目の浜及び、赤子群の植物群落の名称で、国の天然記念物に指定された。 下古式島の手打ちと上古式島の里には、小川市の当地時代の名残である武家屋敷通りがあり、大きさの等しい玉石垣が特徴である。海岸に近い屋敷は玉石垣を築く他に、道路面から屋敷地面を下げて、風を防いでいることが多い。下げ幅は50センチメートル以下から1.5メートルほどまで、様々であり、屋敷地面が下げられた家の石垣は、 屋敷内部から見ると2から3メートルほどにもなる。手打ちの武家屋敷通りには小狩リ屋門や異国船を取り締まった津口番書跡などがある。2009年には里町里にある武家屋敷跡の玉石垣が日本の友人離島にある優れた景観を選定する島の宝100に選出された。玉石の石垣が残る魂の島という単表がついている。 2010年の国勢調査による古式島列島の産業分類別就業者数は、第1次産業が12.3%、第2次産業が19.4%、第3次産業が68.1%であり、第1次産業の内訳は、農業が1.3%、林業が0%、水産業が10.9%である。就業者数、創生産額ともに、 日本全体の平均に比べて第一次産業が大きな割合を占め、古式島列島の基幹産業は農林水産業である。古式島列島周辺海域はアジ、サバ、ブリなどの海遊業に加え、キビナゴ、バショウオカジキ、アワビなどの水産資源が豊富で、鹿児島県内有数の漁場となっている。江戸時代には、イワシやカツオ漁が盛んであり、薩摩ホシカの主要産地だったほか、 古式島産のカツオは土佐産に次ぐ質の高さとされた。明治時代にはカツオ漁業が行き詰まったことから産後採取が公共に湧いたがすぐに取り尽くして大正時代には急速に衰えた。大正時代にはブリの低地毛漁業が盛んとなり戦後には巾着毛漁業が活況を呈した。古式島漁業の水揚げ量の45%を 刺し網漁業で漁獲したキビナゴが占め、鹿児島県最古の歴史を持つ、低地毛漁業や、カンパチとマグロの養殖漁業も行っている。キビナゴは1年中漁獲されるが、5月から7月の、夏季がキビナゴ漁の最盛期であり、里が漁獲の中心となる。キビナゴは冷凍加工品としても出荷されているが、多くは、鮮魚として、一菊式のしまたは、 アクネ市の卸売市場を経由して主に、鹿児島市内に出荷されている。上古式島の占い湾は、リアス式海岸をなし、1950年から新珠の養殖を行っている。母街には、長崎県の大村湾から購入したアコヤ貝を使用している。2000年代前半には、日本各地に海洋深層水利用施設が建設されており、2003年には、 下古式島でも民間企業が海洋深層水の取水を開始した。比較的規模が小さいが、沖縄を除く九州で唯一海洋深層水が取水されている場所であり、沖合4キロメートル水深3 7 5ルの地点から400トン、日を組み上げている。急旬な地形のため高地は少なく点在しているが、水筒、サツマイモ、空豆、 パッションフルーツなどが生産されており、肉用牛が放牧されている。森林面積における天然紅葉樹林の割合が84%を占め155ヘクタールの椿林を含む。特養林産物としては椎茸、椿の実、木炭などが生産されている。古式島列島には共有地が多いという特徴があり、山林や原野は1980年においても、 その大部分が共有地だった。上古式島の小石では田畑でさえも大部分が共有地であり、田は5年ごと、畑は10年ごとに工作者の割り替えが行われて、きたが1975年を最後に相対的な割り替えは行われていない。2009年の上古式島への観光客は約2万1400人、中古式島への観光客は約1700人、 下古式島への観光客は約1万4100人であり、観光客は上古式島が最も多い。全体の観光客数は約3万7200人であり、うち列島内での宿泊者数は約3万4600人と93%を占める。2010年の古式島列島全体への入り込み客数は4万4870人であり、 薩摩仙台市全体の約2%程度である。薩摩仙台市全体の入り込み客数は右肩上がりであるが、古式島列島への入り込み客数は年によってばらつきがあり、2006年は31,528人、2008年は55,224人だった。列島内にはキャンプ場、海水浴場、ダイビング場などの観光施設が整備されており、 その他にも古式大明神マラソン大会、古式島アクアスロン大会、古式島イカつり大会、竜宮文化フェスタなどのイベントが開催されている。里にある古式島風力発電所は1990年に日本で初めて実用化された風力発電所であり観光名所の一つとなっている。2015年には集落や港湾部を除くほぼ列島全体が 古式島国定公園に指定されている。里小中学校2013年時点で古式島列島には薩摩仙台私立中学校が4校、私立小学校が5校所在するが、いずれの学校も近縮な児童生徒数に悩まされている。2013年5月1日時点の各小中学校の児童生徒数は里中学校が17人、上古式中学校が16人、 海洋中学校が18人、海西中学校が26人、里小学校が64人、中津小学校が41人、鹿島小学校が13人、手打ち小学校が52人、長浜小学校が59人である。古式島列島内に全日制高校や通信制高校の学習センターはなく、列島内の高校受験生は、 学区の制約なく県内のすべての県立高校へ進学できるため、中学校卒業生の多くは九州本土などに転出して、当該の高校に進学する。1960年頃からは、子供の高校進学を機に当該に移住する許可理村が多く見られ、主に農業従事者が特に阪神地域、ついで名古屋や京浜地域に一家揃って移住した。漁業従事者や、 公務員などの安定した職を持っている人の理想は少なく1975年以降には許可理想はほとんど見られない。高度成長期の中学卒業生の就職先は大阪府と兵庫県で6割を占めていた。上越式島にはかつて小学校が5校あったが1968年に桑野浦野宇佐小学校が1969年に 高石の高石小学校が並行となっている。2004年の合併後、薩摩仙台市は大規模な小中学校の統廃合を進めた。上古式島のセ上には1903年に開校した占い小学校があったが、2008年に中古式の中津小学校に統合され、106年の幕を閉じた。中古式島の平ラには1879年開校の 平良小学校と平良中学校があったが、2001年には平良中学校が平行となって、上古式中学校に編入した。平良小学校の児童数は1950年には226人を数えたが、2010年には7人となり、2011年に平行となって中津小学校に統合された。現在、中古式島に住む児童生徒は橋を越えて、 上古式島の学校まで通っている。上古式島にある2つの中学校、里中学校と上古式中学校は、今後の生徒数の推移によっては、統廃合が検討され、下古式島にある2つの中学校、海洋中学校と海西中学校も同様である。2012年には、下古式島の鹿島中学校が休校となり、鹿島中学校に通っていた生徒は、 海正中学校に通うこととなった。鹿島中学校の学校再開や鹿島小学校の統廃合については、イムタセと佳境完成後の状況変動などから判断される予定である。下古式島では2012年には、青瀬小学校が長浜小学校に、小岳小学校が手打ち小学校に統合され、2013年には西山小学校が、 長浜小学校に統合された。薩摩仙台市は下古式島で山村留学制度を実施している。鹿島小学校、鹿島中学校は1996年から海猫留学を実施し、本土などから海村留学生を年間10名程度受け入れている。2007年度の鹿島小学校の全校生徒数は16人であり、このうち留学生は6人だった。 愛称は、下古式島が、海猫の繁殖難現地であることに由来する。西山小学校でも2000年から課しましょう。中学校同様のナポレオン留学を行っていたが、近年は希望者がいなかったことから2011年に制度が廃止され、また、西山小学校自体も2013年度に、東廃合の対象となった。愛称は、瀬、野浦集落北部にある祈願。 ナポレオン岩に由来する。2008年度から古式島列島を高等教育機関の学外活動の場として提供する古式アイランドキャンパス事業を進めている。2010年度には京都造形芸術大学、東京造形大学、鹿児島純真女子大学、鹿児島大学、熊本大学の5大学が文化交流、伝統食文化研究、 化石発掘などを実施し、2011年度には、熊本大学、宮崎大学、九州産業大学、鹿児島純真女子大学の4大学計6団体が、2012年度には、熊本大学、九州情報大学、宮崎大学、鹿野体育大学、鹿児島国際大学、九州産業大学の6大学が、古式島列島で、学外活動を行った。 鹿島村離島住民生活センターは国の登録有形文化財に登録されている。鹿島地域は中野生が1、3、橋野生が1、3、残りの1、3が小村生などである。1949年に下越村から分村して以来、鹿島地域は交通死亡事故ゼロを継続しており、2013年6月には、 日本記録が連続2万2000日まで伸びた。上古式島、中古式島の8集落には、内姉妹が伝承されている。中学生女子が舞子となり、11月に里の八幡神社で行われる内姉妹は、鹿児島県指定無形民族文化財となっている。現在でも内姉妹が伝承されている地域は、鹿児島県では、上古式島、中古式島と、 豊島村だけとされている。地元では、内姉妹という言い方はせず、飯上町上などと呼んでいる。下古式島には、都市丼という伝統的な民族行事がある。かつては、上古式島、中古式島、下古式島のそれぞれで、都市丼が行われていたが、今も伝承されているのは、下古式島のみである。かつては、種ヶ島と薬島でも、 都市丼を行っており、種ヶ島の都市丼は、古式島からの移住者がもたらしたとされる。1977年には、国の重要無形民族文化財の指定を受け、2009年、国連教育科学文化機関の無形文化遺産の新生徒第1号の一つとして、古式島の都市丼が登録された。後に、日本が、小賀の生ハゲを無形文化遺産に登録しようとした際、 古式島の都市ドンに形式的にも象徴的にも類似していると指摘されて事務局に却下され都市ドンの登録名を正月の来訪新行事と変更して生ハゲを追加するなどといった案が検討された古式島では不要の幹の皮を糸にしておった衣服が日本で唯一確認されており古式島の中でも下古式村の瀬の裏でのみ確認されている 不要を表すビート袖、で、たもと付き長着を表す棚子を組み合わせて、ビーダナシと呼ぶ。軽くて涼しいために重宝がられ、裕福な家が、破れ器として着用したようである。現存するビーダナシは、下古式の歴史民俗資料館に展示されている4着のみであり、いずれも江戸時代か明治時代におられたものである。不要で編んだ紐や綱は、 南西諸島や九州の島諸部や伊豆諸島などでも見られ、かつては中国大陸でも古式島同様に不要でいるよう編んだという。木と木綿、麻、くで編んだ布は古式島の他の集落でも見られるが、背の裏には木と木綿、麻、くず、一尾赤目菓子は不要の7種類の材料から作った繊維が存在した。独自の文化が背の裏にのみ存在した背景としては、 昭和30年代頃までは陸路での訪問が難しい孤立集落だったこと、民具や無形文化の伝承に熱心な集落だったことなどが挙げられる。小説映像その他1964年発行の離島の人文地理では平良島と表記している。古式島列島には上古式島の中古式に気象庁の地域気象観測所がある。明治十九年以前は 古式島郡である。日本知識研究所346ページによると、1972年11月時点での、串木の港古式島間の就航線は402トン線、悪猫港川内港古式島間の就航線は195トン線で、あるとしているが、トン数が逆であると思われる。道路運送車両法上では、第一種原動機付き自転車であるがミニカーであるため、 運転には普通自動車免許が必要。自然気候日本の天然記念物講談社308ページによると、ヘゴの自生北原地は東京都八丈町、長崎県五島市、川辺郡南薩摩市、宮崎県日南市に加えて古式島列島である。2012年時点で日本には20カ所の海洋深層水利用施設があり、うち13カ所は取水量が1000トン。 日を上回っている。20施設中14施設が2000年から2005年に取水を開始した施設である。ありがとうございます。